まあ、今まで相当重かった、それからエンジンパワーの ウェイトダウンをした、まあ、その車たちを、部分、それから、まあ、ダウンホースの部分、バランスですよね、それからそういったものが変わってくるとタイヤの入力というものも変わってきますので、今回は何が何でもまたポールを取ってという思いはチームとしてあると思います。これはもう獲得のチャンスとしては、やりよう、その時のタイムやパワーバランスがですね、そのまま予選に反映されています。ミシュラン、そして23号車もミシュランを外した次第のこの。